森重対談、日曜日のお客様は、1982年4月から、同年9月まで、TBS 系列局で放送されていたトーク番組。毎日放送とオフィス編みの共同制作。放送時間は毎週日曜14時14時30分。森重久也が司会を務めていた番組で、彼が、各界の著名人たちにインタビューするという形式で、進行。森重の出身地。 大阪府内のテレビ局が制作した数少ないレギュラー番組である。2015年7月1日から日本映画専門チャンネルにて全25回を33年ぶりに再放送している。また、2015年9月25日 TC エンタテインメントから DVD が発売された。第2回と第20回放送のロケ地、高輪プリンスホテル第12回放送のロケ地、 経団連会館特筆するもの以外は、スタジオ収録である。高倉県黒柳哲子金田昭一、金田県一井上康勝慎太郎団幾間グラシェラ、スサーナ遠藤周作松山善造、高峰秀子小松左京森光子どこを年を凍ず、吉行、中村名子竹村県一大山康春東の、英二郎山田鈴海公県杉村春子松本、松本 成長加藤東九郎三河大山、藤安をにて収録、吉永さゆり戦喪失。ありがとうございます。